県議会9月定例会2日目の代表質問では沖縄・三井カ会派の地録正孝議員が飼料価格の高騰や子牛の競り価格下落で苦しい経営が続く畜産農家への県の支援状況を正しました県はこれまで飼料価格の高騰対策などで27億7000万円を支援し相談窓口の設置などを行ってきましたが地録議員は 現状の支援の仕組みでは今窓口で資料などを購入するためのお金がないといった現場の声を紹介し今必要な支援を知るため現場での意見交換を求めました県は関係団体とさらなる連携をしていくと述べていますこのほか県立病院の医師・看護師不足解消策などについて論戦が展開されています代表質問は今日までで あすからは一般質問がスタートします。